少年と自転車は2011年のベルギー・フランス・イタリア合作のドラマ映画。監督のダルデンヌ兄弟が2003年に日本で開催された少年犯罪のシンポジウムで耳にした育児放棄の実話から着想を得た作品である。第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、同映画祭で2011年5月15日に初上映されたほか、 審査員特別グランプリを受賞している。ダルデンの兄弟の作品としては、5作品連続でのガンヌでの受賞であり、これは史上初である。施設に預けられている11歳の少年シリルは、父親に捨てられたという現実を受け入れられず、孤独の中で反抗的な態度を取り続けている。そんなシリルと偶然知り合った美容師の独身女性サマンサは、 シリルに、週末の里親になってほしいと頼まれると、それを受け入れたばかりか、シリルの父親の行方探しを手伝う。サマンサのおかげでようやく父ギーと再会できた、シリルだったが、自分の生活で手一杯のギーは二度と会いに来るなとシリルを追い返す。激しいショックを受けた、シリルだったが、それから後も週末は、サマンサの家で過ごすようになる。 サマンサの家で穏やかに過ごしていたシリルだったが近所の不良少年ウェイスに気に入られたことから彼の言いなりになる。サマンサからウェイスと付き合わないように言われても耳を貸さないばかりか止めるサマンサに怪我を負わせてまでウェイスとの関係を優先したシリルはウェイスに言われるまま強盗を働いてしまう。しかしシリルが被害者に顔を見られたことを知ったウェイスが激行し、 すべての罪をシリルになすりつけようとしたことから、シリルはようやくウェイスがシリルを利用していただけだったことを知る。傷ついたシリルは父の元に行き、盗んだ金を渡そうとするが、父からも見捨てられる。結局、シリルはサマンサの元に戻り、サマンサと警察に出頭する。事件はサマンサが被害者に損害を賠償し、シリルが被害者に謝罪することで時短で収まる。 サマンサと再び穏やかな生活を送るようになったシリルだったが被害者の息子で自身もシリルに殴られた少年マルタンがシリルを見つけて襲いかかる。逃げ出したシリルは木に登って逃れようとするがマルタンが投げた石が当たって地面に落ちて木を失う。慌てたマルタンとその父親はシリルが勝手に落ちたことにして救急車を呼ぼうとするがそこでシリルの意識が戻る。 そして、シリルは自転車に乗ってその場を後にする。ありがとうございます。